こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。尖閣諸島周辺で中国公船の動きが今までとは別物に変わってきました。自分の領海内のごとく、日本の漁師、漁船に警告を取る行動に出てきました。その行動は、妨害など警告です。もちろん、海上保安船巡視船も、この行動に対応していますが、中国公船の、動きが明らかに違っているのは、今後、尖閣諸島での動きを見せるとの、メッセージにも取れます。しかし、自衛隊も、すぐにでも対応可能にできる準備を、着々と行っています。宮古島に、パラシュート部隊の訓練を行うなど、尖閣周辺には、目に見えない、多くの上陸防止策が施されています。海底でもそうでしょうけど陸上でも、阻止防止策は万全とは、いかないでしょうが、海上保安庁でも無人機での監視活動を開始しましたし、まだテスト中ですが、いろんな方向から尖閣を守るため、日夜任務についています。そんな中、やはり問題は国会議員など動きがどうしても遅いような気がしています。もう少し、はっきりと大きな声で言うべきだと。そんな国会議員の動きをお伝えしていきますね。自民党の国防議連が、いろいろと緊張のあふれる尖閣諸島の実際上の支配力を強化するべきだと提言しました。これは主権に関わる重要な問題として重要視されています。尖閣諸島は言うまでもなく、中国だけではなく台湾も領有権を主張する当初です。特に中国の行動は目に余るものがあります。領海侵犯も度重なり、危険で、たびたび国際問題に発展しかかっていることを、知らない人はいないでしょう。海上保安船強化が急がれますが、実はもう遅いと考える人も多いのです。自民党議員の中には、今現在も、尖閣諸島には中国の脅威が、迫っていると考える人も多数存在します。こう考えると、つまり、日本の領土である尖閣諸島をどう守っていこうと、するのかが、大事な鍵となるのは明らかですね。中国船の侵入や、挑発しているかのような行動に対応しているのは、海上保安庁の船ですが、やはり、政府として、何らかの手を打つ必要は、あると思います。2020年9月25日、海上保安庁は来年度の2021年度予算概算要求をまとめました。内容は、沖縄県と尖閣諸島の日本領海警備体制の強化が中心となっています。2020年度予算も過去最大でしたが、2021年度予算はそれ以上で 4% もの上昇となり、301億3900万円という巨額を計上しました。時折ニュースで報道されるように、尖閣諸島沖では近年、中国の公船による領海侵入が多数発生しています。それだけでなく、侵入する船が大型化し、
武装したものも確認されているのです。この状況を黙って見逃してはいられません。多国船に対する領海警備業務に加えて、万一の大規模事案の同時発生を想定したため、概算要求では、巡視船に搭載するヘリコプター2機を、新しく調達するための予算も盛り込みました。また、予算の配分を司る財務省との調整を進めた上で、さらに、大型巡視船やジェット機などの新しい建造も目指すことになりました。領海警備だけでなく、全国で発生する海難事故や海上火災、船舶同士の事故などへの対応を図ることを目的として、小型巡視船2隻や、型ヘリコプター3機の新たな建造予算を合わせて要求したそうです。ちなみに、収益予定は2023年ということです。前述の通り、自民党国防議員連盟の会長伊藤誠志郎は9月23日、首相官邸で加藤勝信官房長官と会って、沖縄県、尖閣諸島の実効支配力を強化するための提言を提出しました。同時に南西諸島で日本、アメリカ共同訓練の実施計画なども、その提言に含めたそうです。たびたび問題になっている尖閣諸島周辺における中国公船の活動が活発化したことを受けての対応です。提言の内容を説明しますと、中国は挑発レベルを上げてきている。これは我が国の主権に関係する非常に重要な問題であるとして、防衛力、警察力、そして行政力の強化についても要求したそうです。具体的な方法として、一自衛隊が南西諸島の空港や港湾を使用できるよう、環境を整備することに海上保安庁の巡視船へ対空レーダーを搭載すること。3、新しい灯台や無線局を設置することなどを挙げました。加藤官房長官は、衛藤会長に、提言の内容はしっかり受け止めたいと、応じたと言われています。